この教会の中だな。全員配置はいいか？オッケー、いつでも行けるぜ、アルベルト。よし、ようやく掴んだ奴の隠れ家だ。我々自警団のメンツにかけても必ず逮捕する。これ以上犠牲者は増やさん。行くぞ、奥の部屋だ。おお、よくことが分かったな、人間ども。だが、それ以上は来させる。なんだこの穴は。このアイテムを使え、アルベルト。よし、で、どうやって使うんだこの石ころ。あらエンフィールド、とても素敵な私たちの町。でも時々不思議な出来事が起こったりするんです。今回は私、シーラ・シェフィールドが巻き込まれてしまった事件をお話ししたいと思います。悠久幻想曲第1話、魔女モフェウスの呪い。物語は仲良しのパティちゃんが働いている桜亭というお店から始まります。はい、ホットミルクお待たせ。で、今日は何の相談なわけ、シーラ。そのアレフ君のことなんだけど。やっぱりね、今町中の噂になってるわよ。シェフィールド家のお嬢様に悪い虫がついたなんてね。もうからかわないでよ、本当に困ってるんだから私。まあ知らんぷりしてればいいんじゃない。あのアレフのことだから、そのうち他の女の子を口説き始めるでしょ。そんなんいい加減な。ほら早くしろよクリス。アレフ君だ。よう、パティ。こんにちは。ああ、いらっしゃい。あ、どうしたの、変な顔して。よ、なんでもない、なんでもないよ。ご注文は。俺、コーヒー、もちろんブラックでね。その、クリームソーダを。オッケー。なあ、パティ。シーラー見なかったか。シーラない。何それ、なんかさ、俺避けられてるような気がするんだよな。そりゃそうよ、知ってるでしょ、彼女男の子が大の苦手だって。いい加減にしたら。諦めないぜ俺は。あっそう。ということでさ、聞きたいことがあるんだよ。実はもうじき彼女の誕生日なんだ。それでさ、服をプレゼントしようと思ってんだけど、スリーサイズとか知らないかな。そんなの知らないわよ、普通のサイズでいいんじゃないの。そうかな、俺の見たところ結構子供っぽい体型だと思うんだけど。ちょっとなんだよ。悪いわよ、そんなこと言っちゃ。本人には言わないよ。だけどさ、パティだってそう思うだろ。シーラはもうちょっと胸とかお尻とか。うわあ、だから何なんだよ。それ以上言うと後悔するわよ。はあ？元気でー、こんにちは。あれ、メロディーさん。よー、相変わらず耳と尻尾が可愛いね。はい、どうもです。今日は何、お買い物の日だっけ。うにゅう、違います、シーラちゃんに会いに来ました。シーラ？いないわよ、ここには。まさか。ああ、ほら、いました。シーラ
シーラ。どうもこんにちは。こんにちは。もしかして今の聞いてた全部？全然何も聞こえなかった。あ、じゃあ最悪。そうだ、あ、私ちょっと用事が、そろそろ行かなくちゃ。兄、ちょちょ、待ってください、シーラちゃん。メロディー、ずーっとシーラちゃんを探してたんですってば。私を？うん、これを渡そうと思って。はい。これは指輪？メロディーからのお誕生日プレゼントです。あー、いやー、先を越された。似合うかどうかはめてみてください。うん。どうもありがとう、メロディちゃん。なかなかいいじゃない。メロディ、今度私にもちょうだいよね。ダメです。どうしてよ。ニュフフフ。メロディちゃん。はぁ、今明かされる衝撃の真実、その指輪は魔女モフェス様に選ばれた人だけにプレゼントされるんです。はぁ、魔女モフェウス？何それ。聞いてびっくり。なんとメロディーは今悪い魔女の手下なんです。みずみな様にね、遊んでいたら捕まって魔法をかけられてしまいましたのよ。にゅ、驚きましたか。にゅ、とにかくその指輪は二度と外れません。そして呪いの力でシーラちゃんは男の子になってしまうんです。アハハハハ。それではさらばなのだ。ああ、待て、メロディ、待てないで。そっちは壁だ。ブカビーよ。この魔法は指の形をこうやってこうあった。それで自分こら、ブラビー！びっくりした。マリアのこと呼んだ？呼んだじゃないでしょ。何をサボっておるか。お前も行け。人使いはないんだから。大体どうしてメロディーが A でマリアが B なのよ。なんか言ったか。なんでもないです。よいか、この町で一番美しいのはわらわなのじゃ。その地位を脅かす女どもは全て男に変えてしまえ。全てじゃぞ。そうすれば。第2話、魔法少女マリアだよ。全知全能を誇る我が守護神よ、その正しき断りに従いて邪悪なる呪いを解きたまえ。よし。どうだクリス。ごめんなさい、なんとか呪いを送らせることはできたけど、僕の魔法じゃこの指は外せない。そんな。シーラさん、一刻も早く魔術師ギルドへ。呪いっていうのは完全にかかってからじゃ手遅れなんです。でも今ならまだギルドの力でなんとかなるはずですから。目を覚ましたわ。おい、メロディ、これどういうことなんだよ。それがよくわかんないって言ってんの。どうしたんだシーラ。なんかおかしいの、体が変。えー、
やっとモフェウス様の恐ろしさが分かりましたね。この呪いで自分より可愛い女の子を全部消してしまおうとしてるんですよ。すごいでしょ。何？ご心配なく、パティちゃんは平気です。どういう意味かしらそれ。とにかくそういうことで、シーラちゃんは諦めてくださいね。では皆さん、カンタカさん、さようなら。だーとかか、これ待て、オーゾクリス、パーティー、シーラを魔術師ギルドへ頼むよ。オーケー、分かったわ。元気出しなさいってば、ギルドなら大丈夫よ。そうかな。もちろんじゃないの。どんな呪いだってすぐに解いてくれるわ。だといいんだけど。なになに、呪いがどうしたんですって。え、あ、マリア。はい、なんか面白そうな話してるじゃない。マリアも混ぜてよ。面白くなんかないの。今あんたと遊んでる暇ないんだから。魔術師ギルド行くんでしょ。マリアも一緒に行ってあげる。いいって。何よ、ギルドはね、普通の人がいきなり行ったって門を開けてくんないんだよ。マリアみたいな一流の魔法使いじゃないとダメなの。はあ、一流って、瞬間移動すると壁に激突したりとか、目玉焼きを作ろうとするといつの間にか卵からひよこが返ってたりとか、ゴミを燃やしてって頼むと仕入れてきたばっかりの材料の方を炭に変えちゃうとか、そういう魔法使いのこと。それがたまたま失敗しただけでしょ。たまたましか成功しないくせに。何よ。あのパティちゃん、喧嘩してるんだったら早くギルドに。そうか、ごめんごめん。とにかくね、マリア、私たち一刻を争ってるんだから邪魔しないで。そういうわけにはいかないのよ。だって今ギルドへ行かれちゃうと困るんだもん。せっかくの習いが解けちゃうじゃない。だからそのために私たち。マリアちゃん、まさかあんた。大当たり。多分クリスの魔法のせいよね、それ。シーラがすぐに男の子にならないんで、モフェウス様カンカンよ。とにかくここから先へは行かせないわ。覚悟しなさい。パティ、マリアの魔法を避けるなんて。いや、あの、避けてないの。それ、これはどう。やー、またしても避けたわね。あんたをちょっと見くびっていたわ。だからよ、誰も避けてないって。だったら、必殺の魔法よ。あれ、あれ、どこが必殺の魔法なのよ。消えちゃったじゃない。おかしいな、この指をこういう形に結んで、はい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 、こうやって注文を。勝手にやってなさい。行こう。これがこうで。な、こら、ちょっと待ちなさいってば。ほんと、あ、こうだ。魔術師ギルドに行ってしまうではないか。わらわの渡した鏡はどうしたい。あ、これ初めからそれを出せ。中に誰がお前の魔法使いと言った。お前も男に変えてやる。あ、嘘です、冗談です。鏡よ鏡、モフェウス様にあだなす者を奈落の底へ落としめよ。
ほほもい。あれ、クリス君、あんたたちどうして。ずーっと。それはこっちのセリフじゃねえかよ。いきなりどこから落ちてきたんだ二人とも。もう痛いな。もうマリアの持ってた鏡にやられたの。バーって光ったと思ったら足元に穴が開いて。マリアさん。うん、メロディちゃんみたいに魔女の手下にされちゃったみたいなの。なんだって。魔術師ギルドに行くのを邪魔されたわ。くそ。じゃあシーラの呪いはそのままかよ。うん。でアレフたちはどうしたの。一体ここはどこ。わかんない。メロディーを追って湖のそばの壊れた教会に入ったんだ。そしたら中にあった鏡にやられた。パティたちと同じさ。じゃあ出口がどこにあるのかも。はい。そんな。何あれは。足音。来るよ。ねえねえ、こっち来るよ。第3話、迷宮からの脱出。全員で一斉に飛びかかるのよ。4人がかりなら相手がどんなやつだろうと。私そんな。それにもしすごい怪物だったら。嫌なこと言うなよ。とにかくやるわよみんな。せーの。おい、お前たち。イエーイ。思い知ったか。でもなんかどっかで聞いたような声。え？ああ、この人は。ああ、時計団のアルベルトさん。本当にごめんなさい。大丈夫ですか？反省の色がないぞ。反省の色が。だってこんな場所で会うとは思わなかったしさ。そらお互い様だ。だいたい素人のお前らがこんな大事件に手出すんじゃない。ムカムカ。仕方ないだろ、自警団が頼りになんねんだから。だいたい簡単に魔女の罠に落ちるなよな。なんだと。まあちょっと、もうやめなさいよ。喧嘩してる時じゃないでしょ。そうですよ。それよりもアルベルトさん、本当に出口はこっちなんですか。ああ、もちろんだ。俺は仕事からダンジョンを抜ける訓練も積んでいる。かすかな風、壁の向こうを流れる水、足元を通る虫、そういったものをよく観察すれば罠も見抜けるし、脱出もできる。へえ。あ、多分この辺りのはずだが。おお、見ろ、この壁だ。ああ、なんだよ、ただの割れ目じゃないか。これだから素人。いいか、こういうのは岩の隙間に仕掛けがあるんだよ。うるせえな、めはもう。これだ、奥の岩が押せるようになって。おお、すごい壁が。よし、脱出するぞ。続け。はい。おお、こっちの壁だ。今度こそ出口だぞ。大丈夫かな。任せとけって。よし、行くぞ。やあ、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 あ
変だな、まあ、変なのはお前だろ。さっきから全部外れじゃねえか。蛇にサソリに雲にカエル、こんなはずはないんだ。俺は自警団でも迷路抜けのあるって異名を取るくらいなんだぞ。ここは魔女の作った迷宮ですよね。だからじゃないですか。きっと普通の方法じゃダメなんです。魔法のアイテムか何かがないと、ね、なるほど、アイテムか。弱ったな。そうね。いや、アイテムならあることはあるんだけどな。ここに飲み込まれる直前に仲間からこの石を預かったんだ。なんだよ、だったら最初から使えばいいじゃねえかよ。そうよ、そうよ。使い方が分からん。じゃあ、あんたね。じゃあお前たちに分かんのか。それは、私も知らないわ。ほら見ろ、だから困ってんじゃないか。アルベルトさん。なんだ。それ精霊石です。何？クリス君、あんたこれ使えるの？学校で習ったから多分。すごいじゃないか。クリス、もうか。すまん、俺お前のこと全然役に立たなくてどうしようもないやつだと思ってた。でもたまには活躍することがあるんだな。見直したぞ。あんまり褒められてる気がしないんですけど。それそう。もっと呪いの指輪を配ってこい。はいはいはい、行ってきます。メロディーも行ってね。はあ、相変わらず何の役にも立てない。新しく部下 C でも手に入れるか。なんじゃこれは。はっ、わらわの、わらわの鏡の迷宮が破られる。こつけてんだよ。いいだろか別に。ちょっとよしなさいよ、こんな時に。皆さん落ち着いて。おのれ、精霊石か。まさかそんなものを持っていると。ふん、どうた魔女め。これでもう迷宮は通用しないぞ。観念するがいい。何がおかしいんだよ。それでも勝ったつもりかい。わらわにはまだ切り札があるではないか。何？そこのシーラとかいう娘じゃ。もしわらわを退治すればその呪いの指輪は永遠に外れん。さあ、それでも打てるかい、わらわのこと。第4話、シーラの丸丸丸。さあどうする。くそ。苦し紛れの嘘に決まってる。貴様を倒せば指輪は外れるはずだ。まあ待てよ。魔女の言ってることが本当だったらどうするんだよ。そんなことないって。でも。バカ野郎。もし本当だとしても今ならまだ呪いは解けるだろうが。ギルドで。
はあ、シーラが男になっちまったらこっちの負けなんだよ。その前にこいつを叩く。チッチッチー、そうはさせぬわ。この小僧の魔法はなかなか頑張ったな。わらわの呪いをよくぞここまで食い止めおったもの。だが所詮はここまで。おい、しっかりしてよねえ。シーラ、大丈夫か。シーラが男の子になっちゃった。これでわらわの勝ちじゃ。もうギルドの魔術師でも手は出せん。わらわに歯向かえば呪いは解けんからな。ショーン、だから言ったんだ。クリス、なんとかならないの。そんなこと言われたって。何笑ってんだよ。はい、はい、シーラ、今何か言った。何笑ってるって言ったんだよ、バケル。バケルよ、こっちが何やろうね。やめてね。に手を出したらもう元には戻れなくなる。俺がどうしたってね。どうしたってちょっと本当に戻れなくなっちゃうんだって。みんな細かいこと気にして。うわいいパンチだ。ピアニストにするのはもったいない。シーラのイメージ変わっちゃいそう。許してください。お願いします。あら見て、シーラ、私とに戻ってる。何よ。本当だ。でも助かったかし。はいはい、お待たせ。桜亭特製ディナーセット5人前ね。おう、サンキュー。いただきます。ナイス。大盛りですね、これ。今日は特別サービスよ。それにしてもさ、何やったの、キちゃん。誰が部下 B よ、誰が。まあ、あの魔女め。メロディーもね、もうプンプンですよ。頭に来るのはいいが、知った俺に感謝しろよ。本当ならお前たちも、逮捕されるところだったんだからな。だって、操られてたんだから仕方ないでしょ。だいたいそうじゃなかったら、魔法失敗したりしないもん。ふにゃん、メロディーもあんなおまぬけさんじゃありません。そうかな。なんか言った、アルフ。別に、とにかく、これに来れたらあんまり妙な場所に行かないことだ。呪いを受けた奴が全員元に戻ったからよかったけどな。ことと次第によっちゃ、俺でもかばってやれないぜ。まあ。で、アルベルト、あの魔女はどうなったの。ああ、魔術師ギルドに引き渡した。魔法を封印されてエンフィールドから逃げてったよ。この町はおっかないってさ。そっか、だってあの時のシーラさんすっごかったもんね。実は時々夢に見るんだ、僕。本当？
マリアその場にいなかったから信じらんないな。うにー、メロディーもです。いや、あれは見なくて正解。こんにちは。いらっしゃい。いや、シーラ。どうしたのみんな、変な顔して。なんでもありません。そうだ、僕学校の宿題があったんだ、そろそろ帰ろうって。ああ、俺も用事思い出した。この前のこと詳しく聞かせてほしいのに。特に私男の子になった時の記憶がないから。ドッキーン。え、何ドッキーンって。ねえ教えて、何かあったの。別に何もないよ。さあで俺はそろそろ仕事に戻るから。じゃあちょっと来た来たないわ。待ってよ2人とも。そうだ、私そろそろ明日の仕込みしなくちゃ。ちょっとパティちゃん待ってよね。パティちゃん、なんだち。全能を誇る我が守護神、その正しき断りに従いて邪悪なる呪いを解きたまえ。どうだクリス。ごめんなさい、なんとか呪いを送らせることはできたけど、僕の魔法じゃこの指は外せない。そんなシーラさん、一刻も早く魔術師ギルドへ。呪いっていうのは完全にかかってからじゃ手遅れなんです。でも今ならまだギルドの力でなんとかなるはずですから。目を覚ましたわ。おいメロディー、これどういうことなんだよ。だから今メロディーは血も涙もない悪の手先なんですよ。それがよくわかんないって言ってんの。どうしたんだシーラ。なんかおかしいの、体が変。シーラ、呪いを送らせても無駄です。シーラちゃんはそうやってだんだん男の子になっていってしまうんです。男の子ってまさか。ちょっとごめん。シーラを魔術師ギルドへ頼むよ。オーケー、分かったわ。おいクリス、メロディーは確かにここに入ったよな。でも
なってどのくらい経つんだろう。何言ってんの、何怖がってんの。やだな。ほら奥行くよ。震えてるよ。震えてないよ。びっくりした。メロディー、元気じゃん。悪役登場。二人ともよくこの秘密の場所が分かりましたね。褒めてあげましょう。ただメロディーさんの後をつけただけなんですけど。しかしこの先には内緒ですけど、モフィウス様の隠れ家があるので行かせられません。そうか、この先か。あ、他の人には秘密ですよ。はあ、というわけで猫軍団の皆さん。猫軍団。うわー、なんだ。どうって言われたって、相手はたかが猫じゃないか。にゃー。猫軍団の皆さんを甘く見てはダメです。そんじゃそこらの猫とは猫が違います。にじりクリス、なんでもいい、魔法でなんか出す。いいから早くしろよ。ネズミだ。おお、やったぞ。今のうちだクリス。それはダメです。だーメロディーさん、わったいたいたい、きれい、一緒に行っちまったと思ったのに。甘いですね。メロディーは猫ではないのでネズミなんかに引っかかったりはしない。しっかり引っかかってるじゃないか。ウニ、でもメロディーは猫じゃないんです。まだいいからクリス、またなんか出せ。これはラッキョ。もうラッキョって、おいクリス、いくらなんでもこれは違うだろう、猿じゃないんだから。その通りです。メロディーはお猿さんでもありませんよ。なんか皮を剥き始めてるけど。なんじゃそりゃ。今のうちだよ、気づかれないように。あ、そうそう、本当だよね。今のうちは逃げられる。なにこれ、全然中身が出てこないじゃないですか。ものはイライラする。あるもの。そうかな。ねえアレフ君、ん、確かここが隠れ家とか言ってたよね。うん、でも何にもないよ。あれおかしいな。うん、なんだあそこにあんの。鏡と。鏡？あれなんだってこんなところに。うわあ！さあ！一体何なんだこれ？なんでこんなところに。それはこっちが聞きたいわ。どこから撃ってきたのよあんたたち。いや、
あ、メロディーを追って湖の教会に入ったんだ。そしたら鏡があって。鏡？私たちと同じだわ。え？マリアの持ってた鏡にやられたの。バーって光ったと思ったら足元に穴が開いてさ。マリアさん？メロディちゃんみたいに魔女の手下にされちゃったみたいなの。なんだって？魔術師ギルドに行くの邪魔されたわ。くそ。じゃあシーラの呪いはそのままかよ。うん。まずいぜ。早くここを脱出しないと。それがどこだかわからないのよ。もうずいぶん歩き回ってるけど出口がないの。そんな。何？あの足音。来るよ。ねえ、こっち来るよ。第3話。クリス君、頑張って。逃げよう、みんな。それじゃ走るわよ。1、2、3。絶対行くな、バレだ。何か踏んじゃったわよ、今。このバカ野郎、早とちりしやがって。アルベルト、あんたの足音だったの。なんでここに。そんなこと後でいい。とにかく壁のどっかに捕まれ。え？流されて気がついたら僕たちだけ。そう。立てます？怪我はないですか？大丈夫、どこも痛い。あ平気よ。ほら、膝をちょっとすりむいただけ。歩けるからね。背負えないなんて。クリス君、もしこれがアレフ君だったらきっとシーラさんも思いますよね。アレフ君みたいにかっこいい方がって。そんなことないわ。クリス君にはクリス君のいいとこがあるし、それに私アレフ君ってちょっと。え、だってたくさんの女の子とお付き合いして会うたびに違う人とデートしてて、なんかいい加減な人に思えちゃう。そんなことないです。え、いや、あの女の人については確かにやめた方がいいなって思う時もありますけど、でもどの人のことも真面目に好きになっちゃうんですよ、アレフ君は。それに僕なんて言ったらいいのかわからないけど、アレフ君に憧れてます。だって僕にないものをみんな持ってて、できないことを何でもできて、
クリス君とにかくすごいんです、アレフ君って。そう私誤解してたな。クリス君ってアレフ君にいつもああしろこうしろって言われて仕方なくやってるんだと思ってた。でも本当はいいお友達なんだね。はい。おーい、いたら返事しろ。キュリス、シーナー、どこなの？パティ、アレフ君、みんなこっちだよ。あ、いたわ、二人とも。うおー、無事だったのか。アレフ君、よかったー。シーナー、赤くは。え、お、あれ、なんだ、弱虫クリスもいたの。女の子だけ助かればいいんだろうけど。そんなにすねんなよ。冗談だってば。知らないよもう。なんだか羨ましいな、こういうの。おいお前ら、喜ぶの後にしろ。今はこの迷宮から抜け出すのが先だ。な、そうだっけ。クリス、あんたの力が必要なのよ。え、それってどういう。俺は今回の事件の犯人モフェウスという魔女を追い詰めていたんだ。ところがあと一歩というところでこのありさまだが、ここに飲み込まれる直前、仲間からこのアイテムを預かった。これで脱出できるらしい。あ、精霊石じゃないですか。うお、さすがクリス。さすがって何がですか。アルベルトったら抜けてるのよ。持ってたのはいいけど、一体何なのか知らなかったんだもの。たく使えねえよな。うるせえな、お前らもだろうが。で、クリス、これの使い方も知ってるの？ええ、学校で習いましたから、一応。よっしゃー、た。クリス君、はい。今、私たちを助けられるのはあなただけよ。かっこいいところ、見せてね。シーラさん、はい。この魔法は指をこうやって、この呪文はあった。ふにゃ。メロディーまだお眠りです。だから聞けてんだお前ら。ほら、びっくりした。急に大きな声出さないでよモフェオ様。やかましい。遊んでないで、もっと呪いの指輪を配ってこい。はいはいはい、相変わらず何の役にも立たない。新しく部下 C でも手に入れるか。なんじゃこれは。はっ、わらわの、わらわの鏡の迷宮が破られる。けてんだよ。いいだろうか別に。え、ちょっとよしなさいよこんな時に。皆さん落ち着いて。おのれ、精霊石か。まさかそんなものを持っていると。ふん、どうだ魔女め、これでもう迷宮は通用しないぞ。観念するがいい。何がおかしいんだよ。それでも勝ったつもりかい。わらわにはまだ切り札があるではないか。何？そこのシーラとかいう娘じゃ。もしわらわを退治すれば、その呪いの指輪は永遠に外れん。さあ、それでも打てるかい、わらわのこと。
苦し紛れの嘘に決まってる。貴様を倒せば呪いは解けるはずだ。ほほーん、わらわを打つ気かい。知らぬぞ、どうなっても。黙れ。すぐに指輪を外してやるからな、シーラ。できるかな、愚か者どもめ。どっちが愚か者か試してやるぜ。てあなに、消えた。危ない危ない。くそ、どうだ、出てこい。ちょっと卑怯よあんた。魔女とはもともとそういうものじゃろう。でもこうやって隠れたってことは、あいつを倒せば呪いは解けるってことだよね。ああ、だがどこにいるかわからん。僕魔法でやってみる。探せるかどうかわかんないけど。できるのか。あいつの魔力の流れ、それをたどっていけばもしかしたら。おいクリス、静かにして。もう少し、もう少しなんだ。クリス、クリス君、見えた。わかった、あの鏡だ。鏡だと。ほら、壁にかかってるでしょ。強い魔力があそこから出てる。本体はあの中だよ。おのれ小僧。よし、俺がぶっ壊してやる。キャー、もうさせない。キャー。アルベルトさん。アルベルト、ちょっと大丈夫ですか。モフェウス様、万歳。おかしいよ、鏡を我らが守るのじゃ。お任せください、モフェウス様。アルベルトさんが魔女の手先になっちゃった。そんな、かー、偉そうな口聞いてた割にこれかよ。だせムシムシ。やっぱ最後に活躍するのはこの俺だな。よしクリス、魔法でアルベルトを押さえつけろ。俺が鏡を叩き割る。行くぞ。ジュオー。アルベルトさん、ごめんなさい。させるか。せかかった。ブカディ参上。我々が来たからには、モフェウス様には指一本触れさせはしないぞ。その通りだ。どうしよう、パティさん。どうしようったって。さあ、パティさん、シーラさん、覚悟してくださいね。クリス君、よしなさいよ。それじゃ近寄ると、無茶だよ。防御したんです。僕これから魔女とアレフ君たちの気をそらしますから、その隙に鏡を割ってください。お願いします。わかった。こら、ブカイ、何をしている。何でもありません。じゃあ行きますよ。あ、モフェウス様。なんだ。ルーンバレット。
俺は一体どうだモフィウス、貴様の相手はこのアルベルトだ。おいおい、よかったなシーラ、これで全て解決だ。え、ありがとう、みんなのおかげね。本当にそうよ、感謝しなさいね、マリア、メロディ。だってマリアは悪くないもん、この魔女が。冗談よ冗談、もう言ってば。そうですよ、呪いにかけられた他の人たちも元に戻ったみたいだしね。許してくれるの？もちろん。わあ、こらやめなさいってば、メロディ。くすぐったいって。おい、あなたたち。あ、アルベルト、何か分かったのか？ああ、今教会を全部調べてきたんだが、あの魔女大昔からここに封印されていたらしい。封印？地下の墓場に封印の棺があった。どうやら誰かがその蓋を開けてしまったようだ。ギチョビン。おいマリア、今のギチョビーンって何？ええ、何のこと？怪しい。ねえメロディー、なんか知らない？にゃ、メロディーは何も知らないです。うん、本当に？本当ですよ。マリアちゃんが魔女を調べるんだとか言って、石の蓋を開けたことなんか全然知りません。バカ。うん、そうなんだ。なるほどなるほど。そのアレフ・コールソン、誰が何と言おうとアレフ・コールソン、小安武人、いつもガッツン元気なパティ・ソウル、長澤美希、天然ボケになってしまいました、クリストファー・クロス、南尾美です。アルベルト・コーレイン、デブの沖合亮太郎です。ふにゅー、メロディ・シンクリア、石原久美子、ナノッタ。部下 B じゃなくて、マリア・ショート、タンゲ・サクラです。ほら、みんなどいてどいて。マジ、モフエース、吉田里穂子です。時系団員、加藤雅也、同じく松田丈博、そして私、シーラ・シェフィールドこと氷上京子でした。それではまたお会いしましょう。さようなら。DJ アレフに聞け。ということで DJ アレフです。 DJ アレフくんの優秀弟子のシーラです。バカです。さて、悠久幻想曲についての質問に答えるこのコーナー、第1回は、クリスの謎についてだ。僕でそうなんですね。世間でね、実はお前がね、女の子じゃないかっていう噂がね、広まってんの知ってた？かもね。そこでね、今日はね、それを確かめる。え？確かめる？うん、確かめる。え？当然、脱がす、見る、触る、揉む。それはやー、僕そんな話聞いてないもん。何言ってんだよ、お前逃げんなよ、お前くらよ。おとなしくそこにいなさい。やだやだ、今行くぞ。行くなって、あっち行け。あー、やめて。というわけ
の呪いが。指輪を外すため私とパティちゃんは魔術師ギルドへと向かいました。ところが、はーい、ねえねえ、ギルドへ行くんでしょ。だったらマリアも連れてってよ。ねっねっ。次回琉球幻想曲第2話、魔法少女マリアだよ。予告 B。 メロディちゃんを追ってアレフ君とクリス君は湖のほとりの教会へやってきました。とその時、エニュー、よくもメロディの後をつけましたね。こうなったら二人とも恐怖と戦慄の世界に行ってもらうにずにゃ。次回琉球幻想曲第2話、恐怖メロディの館なのだ。やっとだ。ハハ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 ハ。DJ アレフに聞けパート2。どんどんどんパフパフパフ、ということで DJ アレフです。DJ アレフ君の優秀弟子のシーラです。トンチキです。はい、琉球幻想曲についての質問に答えるこのコーナー、第2回のテーマは大人気のメロディーだ。何かご用ですか。メロディーちゃんの正体って本当は猫なんじゃないかっていう声が多いんだけど。それはひどい誤解です。誤ったマスコミ報道によって作られた虚像というやつです。意味わかって言ってんの。とにかくメロディーは猫じゃないですよ。だそうです。皆さんわかりましたか。俺は全然わかんないな。確かめるぞ。いいか、確かめるぞ。脱がーす。はい、はい、それでは次回予告へ行きましょうね。次の2つの予告編を聞いて次回オンエアしてほしい方をリクエストしてください。より多くの票を集めた方が放送されます。では予告スタート。予告 A。 謎の迷宮に閉じ込められてしまった私たちに迫る足音。俺たちは勇敢というか無謀にもそいつに向かって立ち向かうんだよな。果たしてその正体は。次回琉球幻想曲第3話、迷宮からの脱出。予告 B。 謎の迷宮に閉じ込められてしまった私たちに迫る足音。とここまでは A と同じ。ただしこっちは逃げるわけだ。君子危うきに近寄らず、こっちの方が俺はいいな。次回琉球幻想曲第3話、クリス君頑張って。ということで皆さんどんどんリクエストくださいね。待ってます。よっしゃー、通ってこいメロディー。ふにー、メロディーはワンちゃんじゃまりません。え、そこほんのか。そこを掘るぞ。おー、ダメだ。DJ アレフに聞けパート3。ドンドン、ということで DJ アレフです。はい、DJ アレフ君の優秀弟子シーラです。アンポンタンです。琉球幻想曲についての質問に答えるこのコーナー、はい、最終回は迷惑な魔法少女マリアだ。こらこらこら、その迷惑っていうのは何なのよ。まあ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 、マリアへの質問はだな、魔法少女ということはステッキを振って大人に変身したり歌手になったり夢を与えたりするんですか。だってさ。ブー、しないわよ、そんなダサいこと。だよな、マリアがやってるのは大人に変身し損なったり歌手になり損なったり夢をぶち壊したりだもん。
なーで、バニシングノーマン。なーまっちゃって、しょー、お前だろ。幻想曲第4話、シーラの〇〇〇。予告 B。 魔女を倒せば呪いは解ける、それを信じて私たちは戦うしかないのです。ところが魔女には隠されていた最後の切り札が。次回、悠久幻想曲第4話、部下 C 参上。ということで、どんどんリクエストくださいね。待ってます。何が待ってますよ。もうマリア不愉快だから、もう帰る。お前、絶対脱がす。